こんばんは。今回は綿木ミシェルについての動画となります。速攻値や感想、おすすめギア、そして対策について喋っていくので、ぜひとも最後までご覧ください。じゃあまずは速攻値からなんですが、使用率は 20.3% で勝率は 46.7% でした。まあ、ここまでのコラボキャラ3人が、まあ、結構勝率高かっただけに落差が結構すごいんですけども、まあこのキャラを使ってる人であれば納得してるかもしんないですね。そのまあなんかその使えば使うほどね、なんかメインで使うキャラじゃないなって思ってくるんですよね。なんかそのもちろんまあそのスターストームとか支援ギミックとかあるので、まあそういうサポート方面では優秀なんですけども、本体で戦おうとすると結構足元救われちゃうんですよね。その不動しか耐性がないので、まあ、不動で防げないギミックとか、あとは状態異常とか、打球効果とか、そういったものに弱かったりします。まあ、エリアが漏れない分ね、スロットスキルが空いてるんで、そこでギミック対策つけるのも手なんですけど、まあ、枯れやすいんすよね。だから、まあ、軽減とかも積みたいんすよ。そうなると、ギミックに弱くなると。っていう感じで、まあ、いろいろ対応すると、まあ、誰でも勝てないような感じになってしまうので、役割はね、はっきりとしといた方がいいかなと思います。例えば、このキャラって、SS ゲージが 50% 以上であれば 30% を消費して、ギア賞をまあ回復しながら打てるっていう性能があるんですけど、それを活かして、ルーシャだけを使うとします。そうすれば、相手を封印しつつ、自分はゲージ 10% 分しか消費しないので、一方的に相手を倒したりします。まあ、それで倒せるっていうと、まあ、新春サテラとか、ラインズマン小読みとか、そこら辺ですかね。特殊状態に入らないと、強くないキャラとかには、滅法強くなれるかなと思います。詳しくは使ってみたの動画を見ていただけたらなと思います。あと、このキャラに関しては、コンボが26以上で、かつ、SS ゲージが 75% 以上あるときに、支援ギミックが出せるようになります。ハクジャスとかアリジェネとかついてるんで、まあ、ラインズマン小読みとの相性は良かったりするんですけども、まあ、そんな感じで合わせたりとか、ちゃんとね、この、コンセプトかな、コンセプトを持って使う分には強いかなと思います。で、次のおすすめギアなんですが、一番いいのはそうだなぁ。まあ、ルーシェだけなんですかね。途中言った通り、その SS ゲージの消費を 10% に抑えつつ、相手の SS を封印することができるんで、まあ、結構いいかなと思います。まあ、最近のキャラはね、大体不要無効を持ってるんですけども、それを貫通する効果も持ってるんで、まあ、基本通るかなと思います。まあ、スターストームと合わせたらね、貫通勝利狙えたりするので、まあ、結構強いかなと思います。あとは、ま、イサミラケとかですかね。まあ、ラケット落とし無効とかをつけてない相手であれば、まあ、確定1点として使えるのでいいかなと思います。これもま、不要無効貫通があるからこそ生きる感じですね。あとは、そうだな、まあ、ギア所封印のラケットとかでもいいかもしんないですね。まあ、例えば、ラインズマン小読みの陣だけ封印したりとか、ラインズマンディーンにギア所を打たれるのを防いだりとか、まあ、あとは、境界線持ちを封印して、まあ、裏から突き乱してゴリ押しっていうこともできたりしそうですよね。まあ、ミラー対策でも使えるわけなんで、まあ、結構いいかもしんないですね。あとは、そうだな、まあ、邪神貼るだけとかもいいかもしんないですね。まあ、魅了対策できつつ、改ざんとかも使えるんで、まあ、割と強いかもしんないですね。あとは、そうだな、まあ、先輩レインだけとかも面白いかもしんないですよね。交代封印を付与できるんで、後出しじゃんけんで、まあ、有利なキャラを出したりすることができるんで、まあ結構いいかもしんないですね。といった感じで、まあ大体こんなとこなんですけども、まあ他になんかこんなのもいいよってのがあればコメントで教えてください。まあなんか使ってみたいなコメントとかには、なんかロブだけとかもあったんですけど、まあ本人がロブ打つキャラなんで、基本ロブって警戒されてると思うんですよ。だからあんまりおすすめはしないですけどね。起動自体は強いんだけど、まあそんなかな、なんかドロップが特殊ドロップに変わるとかだったら別ですけど、特にないから、まあ基本後ろでいられることが多いと思うんで、あんまかもしんないですね。まあ、決戦移るだけとかも、なんか合いそうな気はするんですけど、なんかあんまりたくさん打つメリットもないような気がするんですよね。だから他の方がいいかなーって感じはします。もし、25% と 75% のやつが重複するんであれば、まあ面白かったんですけど、なんか聞いた話によると重複しないらしいので、まあそんなかなーとは思いました。まあ強いとは思うけどね。うん。そんな感じですかね。スロットスキルに関しては、まあ、増加量ですかね。SS 回転上げないといまいちちょっと使いにくいので、まあ、安定かなと思います。イサミラケ対策でラケラッカ無効をつけたいとこではあるんですけど、どうなんだろうな。結局 SS 回転の方が欲しいから、自分は増加量にしてます。シューズに関しては、まあ、Nmax とかで軽減を積むか、まあ、Dランクスでウーシャラケを対策するかとかになるのかな。まあ、そこはお好みになるかなとは思います。
スロットスキルに関しては、まあ、軽減ですかね。やっぱ軽減がないからこそ枯れやすいので、まあ、補助は欲しいかな。まあ、支援ギミックが出れば、一応、まあ、枯らされようが回復できるんですけど、それまでにめちゃくちゃ枯らされるので、そこまでつなぎとしてつけとくのはいいかなと思います。あと、逆に、つけない方がいいって言います。つけちゃダメってことはないけど、ドリンク 3% ってあるじゃないですか。ドリンクを取るとゲージが溜まるってことなんですけども、あれね、使ってみたの方だとつけてみたんですけども、あれね、なんかね、ぬいぐるみ取った時につくんかなと思ったけど、なんか反映されなくて、ドリンクとはまた別の判定されてるっぽいんですよね。だから由比ヶ浜の料理みたいな、あれもなんかゲージは蓄積するけども、アイテム扱いじゃないみたいな感じでしたけども、そんな感じだと思います。なので、なんか合わないっぽいですね。そこはちょっと注意してください。まあ、こんなとこかな。まあ、改めてね、他にギアとかスロットがあれば教えてください。で、次に対策なんですが、まあ、第一候補は、エルコヨミですかね。やっぱ、ラインズマンコヨミは、まあ、わりかし嫌だった。一応はその、ルーシェラ系ミシェルで行けはするんですけど、やっぱその、魅了プラス判定弱体の合わせ技でコンボ妨害されたりとか、まあ、弾が速いんで、純粋にコンボが途切れたりとか、普通にやりやすいじゃない、逆。はい、やりにくかったですね。他のラケットとかだと、ルーシェラ系以外だと、なんかご利用されそうな感じがしますね。で、ちょっとここで豆知識なんですが、ちょっと普通にラインズマンコヨミとやり合ったら、魅了と判定弱体でダイレクトになっちゃうので、コンボが続かないんですけど、回避アクションを使っての返球であれば、コンボがなんか続くんですよね。なんか普通の打球になってくれるので、進むんで、まあそういったやり方もあります。まあ一応ダイレクトなので1しか進まないんですけど、一応稼げはするので、まあそういった感じの、まあ立ち回りもありかなと思います。動画内のやつだとちょっとそれしてなかったんで負けたりとかはしてなんですが、まあ、ちゃんと使えれば強いかなと思います。まあラインズマン D のヘビフラとかでも妨害はされるんですけども、まあ同じように対策することができたりします。あとは特定のキャラってわけじゃないんですけど、まあ基本厄介なのってルーシェラケとかイサミラケを持たせたミシェルだと思うので、ラケットのスロットにラケラッカ無効をつけて、シューズに関してはリランクスをすることによって対応できたりしますね、どっちにも。なので、まあ、初見だとやられちゃうかもしれないんですけども、しっかり対策さえすればやり合えると思うので、まあ、編成の段階で意識してみるといいんじゃないかなと思います。で、最後にまとめるとですね、このキャラは、まあ、強い効果のギアを使って、まあ、相手をはめるっていうのが強いキャラだったりします。ただ、やることが大体バレてるんで、対策さえすれば対抗はできます。なので、このキャラの注目すべき点はやっぱサポートですかね。この、なんだろうな、本体の性能に関しては、そうだな、まあ、これから評価が下がろうが、やっぱ変わらないとこなので、そこら辺で評価したいかなと思います。まあ、スターストーン負けたりとか、格ジャスとか、毎秒 8% 回復の支援ギミックが出せるんで、そっち方面で活躍できるかなと思います。色メロの方は、まあ、硬直無効をつけたりとか、地面無効があるんで、また使い分けってことで、まあ、いい感じの調整かなと思いました。あとは星好きミキとどっちを引くべきかといった話もまあ来そうなんですけども、だからね、それはね、今週の水曜、明日ですね、明日の勝率レポートと来週の新規を見てから決めた方がいいと思います。このまま最強のまま行くのか対策されるのかがわかるので、とりあえずね、待った方がいいと思います。今引きに行っちゃうのはちょっとリスクがあるんで、とりあえず様子見で、まあどんな感じで変わっていくのかを見定めるといいかなと思います。まあワンチャンね、加工されると思うんですよね。うん、使いやすいし、まあ、誰が使ってもまあ無難に強いんで、あれはされそうな気がするんで、一応まあ注意してくださいという感じで終わろうと思います。それまで、ありがとうございました。お疲れ様です。